佐藤のおばですが。バカだ。だってならあのゴミ袋は一体わからない。どうなっている。これがこの人を呼ぶ合図。あのチャイムを何度か押したのですが、今お話を聞かせていただいても大丈夫ですか。あら、すみません、気づかずに。お話って何ですか。この部屋から異臭がすると通報がありまして、中を見せていただきたいのですが。警察の方。ええ。大変ですね。でも家の中なんて何もありませんよ。確認させていただきたいんです。確認。どうぞ。失礼します。佐藤のおばさん。あなたは。はい、はじめまして、日田翔子と言います。佐藤とはバイト先の友人で。あなたもどうぞ。佐藤ちゃんもそんなところに立ってないで。あの、何、なんかここ暗い。まだ夜じゃないのに。どうぞ。はい。なんでこんな湿った感じがするんだろう。それになんか変な匂いがするような。あまりここにいたくない。どう。危険なものとかはなさそうだけど、他に誰もいないし。あと調べてないところは。佐藤。あの、こちらは鍵がしてあるようですが。ああ、はい。その部屋にはゴミがあって、鍵を増やしたら匂いがどうにかなるかなと思ったんですが。開けてもらえますか。嫌です。だって、臭いです。うわーってなるから嫌なんです。開けられる？多分。ちょっと、嫌ですって言ってるのに。すみません、少し下がって。あの、出ます。はいはい、下がって。開きました。ね、一応ここも失礼します。どうぞどうぞ。足元気をつけてくださいね。ねえ佐藤、ここ本当に。あんたの家なの。そうだよ。特に問題になるものはありませんでしたが、あの部屋は。はい、片します。そうしてください。異臭の原因かもしれませんから。それに衛生面ですが、お子さんの環境としては悪いです。何笑ってるんですか。いえ、ごめんなさい。だっておマリさんって本当に大変なんだなって。ねえおまわりさん、何日してないんですか。かわいそうに、自分を慰める暇さえないんですか。ちょっと、そうですよね。やめてください。幼い頃からずっと警察官に憧れてて、遊びにも目を向けずに勉強を続けてきた。こんな汚い部屋にも舌打ちしたいの我慢して入って、雑用みたいな仕事をこなす。真面目でとってもいい子だけど、ふと寂しくなる。それゆえに自分はとてもつまらない人間じゃないか。真面目なことしか取り柄がない。他には何もない。心底つまらない人間。こら、コウセ君。いいよ、叩
私を叩いてすっきりしちゃおう。遠慮しなくていいんだよ。それはとっても気持ちよくなることなんだから。私の頬を思いっきり叩いて、お腹を殴って怒鳴りつけて、それから衣服を無理やり脱がせて、心ゆくまで犯していいの。別に恥ずかしがることじゃないんだよ。だってそれがあなたの本性で、一番大切な心の部分なんだから。そんなあなたも愛してあげるから、私をはけ口にしていいんだよ。ほら、いい子でちゅね。外の世界のことなんて忘れちゃいましょう。チューチューしてていいんでちゅよ。たっぷり甘えたっていいし、乱暴したっていい。私を好きにしていいんでちゅよ。いいの、何をしたって構わない。どんな欲望でも全部飲み込んであげるから。だってそれが愛だから。ほら、私だけは。何してるんです。あなたも寂しい人なのね。寂しいならいつでも私受け入れますから。結構です、行きましょう。遠慮なさらず、私はいつでもここにいますから。